おはようございます、こんにちは、こんばんは。よろしく。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。ボホール沖で船が炎上、130人以上が救助される。ボホール沖で船が火災に遭い、130人以上が救助されたそうです。この事件についてのニュースです。それは恐ろしい出来事ですね。幸いにも船の乗客と乗員は全員無事に救助されたようですが、火災の原因はまだ分かっていないようですね。確かに乗客と乗員の安全が最優先であることは良かったです。しかし船に残された重要な書類はどうなったのでしょうか。生存者の一人が言っていましたが、火災が発生した際に速やかに救助ボートに移ったため、重要な書類は船に残されたままだったようですね。被害を最小限に抑えるためには乗客と乗員の安全が優先されたのでしょう。確かに安全が最優先ですね。しかし火災の原因がまだ分かっていないようですが、当局は詳細な調査を行う予定なのでしょうか。はい、フィリピン沿岸警備隊や消防庁、マリーナなどの関係機関が連携し、この事件についての調査を行う予定です。エンジンルームから火災が発生したと乗員が話しているそうですが、詳細な原因を特定するために調査が必要ですね。ではニュース記事の解説します。ボホールのタグビラランシへ向かっていた船が6月18日の日曜日にパンブラオ島のドルホポイント沖で炎上しました。省庁災害リスク低減管理局の責任者アンソニー・ダマレリオによれば、この船はシキホール州から来た MV エスペランザという航空会会社の船でした。もともとはイリガン市から出発し、シキホールのラジ市で短時間停車しました。ダマレリオ氏によれば、漁船が最初に危機に応じ、通りかかった別の船も助けに駆けつけました。65人の乗客と6人の乗員は救助ボートを通じて炎上中の船から安全に輸送されました。他の人々も岸まで泳いで逃げました。彼らはタグビララン市に連れて行かれ、医療評価を受けました。また食べ物や水などの即座のニーズも対応されました。乗客のジョエル・ザンバス氏は、彼らはすぐに火災に気づき、直ちに救助ボートに移ったと述べました。彼は自身がこの出来事を生き延びたことに感謝しています。しかし重要な書類が船に残されてしまいましたと彼は話しました。当局はまだ火災の原因を特定しようとしています。乗組員はエンジンルームから発生したと言っています。船全体ではなく後部の一部だけが炎上しましたとダマレリオ氏は付け加えました。フィリピン沿岸警備隊、消防庁、マリーナなどの当局はこの件について調査を開始します。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。高評価ボタンもよろしくお願いします。バイバイ。